こんにちは、麗華クリエイターです。今回はジーパン素材とニットブラシを使った描き方を紹介していきます。イラストも可愛くアレンジできるので、ぜひご参考になさってみてください。それではスタートです。こちらの方ダウンロードできるので一緒にやっていただければなと思います。ジーパン素材をダウンロードしていきたいと思います。こちらでいつも使っているアースブラシの方ですね。こちらでジーンズで検索して、そうするとたくさんジーンパンの素材が出てくるんですけれども、人が履いているのだとちょっと使いづらいと思うので、こちらをダウンロードしてジーパンの素材として使っていきたいと思います。こちら無料ダウンロード、そうすると下にダウンロードで出てくるので、ダウンロード、次で開く、ダウンロードホルダーを開く、でこちらの方で今のジーパンをクリックして、右上の矢印クリック、画像保存、そうすると iPad の画像の中に保存されます。じゃあ今回はこれだけなので、一回 Chrome で戻って Procreate に戻ります。それではですね、イラストにジーパンを履かせていこうと思います。ジーパンを履かせる前に、まずイラストにやっていただきたいことがあります。それはですね、今こちらの下絵なんですが、こちらの下絵を複製して、で隠して撮っておきますね。でジーパンにしたいところに色を落とし込みます。こんな感じで、今回使ってる色は前回空を描いた時のオータムスカイのカラーになります。この何色でもいいんですけれども、こんな感じで色を落とし込みました。これをですね、色だけ自動にして、色だけ選んでコピー&ペーストで上に持ってきたいんですね。でちょっともう一回やるんですけれども、ここの自動がもしかしたらタップして色位置がね高いと、自動でタップすると色とか線とかが選ばれてしまうんですね。もしタップしてそのような状態の時は、またペンをタップして20とか30とかちょっと低くしてもらって、でここでもう一度自動でタップすると色だけ選べるので、もし色以外選ばれてしまうようだったら色位置を下げてもらえたらなと思います。でコピー&ペースト、ズボンの形だけが選ばれてます。ここにジーパンを合わせていければと思います。じゃあですね、先ほどの追加写真を挿入、ジーパンを選んでちょっとちっちゃくしますね。小さくして、一旦ですね、この画像を色の上に持ってきて、画像のレイヤーマスクをクリップ、そうするとこの色の形にカットされるので、まずここでウエストサイズを合わせます。大体ですね、ウエストのサイズを合わせますって感じかな。でこれで OK でしたら、この折り返しのところをちょっと下に持ってきたいので、ここでフリーハンドにして折り返しのところだけ選んで矢印下に下ろします。一旦ちょっと下ろしておきますね。こんな感じで今この状態です。でこのジーパンを伸ばしていきたいんですね。で伸ばすにあたってツールを使ってジーパン傷をちょっと描いていければなと思うのでですね、クローっていうツールがあります。これでここのところを複製してジーパンを追加していきます。使ってるブラシをスプリングブラシのソフトブラシにしてます。ちょっと重なりが自然になるようにしていければなと思います。ちょっと動かしてちょっと下ろすみたいな感じで、こんな感じで追加していければなと思います。で拡大すると丸が小さくなって、ちょっと工程が少したくさんになるので、ちょっとこのぐらいにしての方が早く塗れるのかなってなりますね。できたらちょっとこっちにももう置いて、あともうちょっと長く取れるように、はい、スーッと
じかな。こんな感じでちょっとジーパンを伸ばしてみました。折り目なんですけれども、これフリーハンドで囲って矢印のワープでちょっと広げてもらおうかなと思います。上と下を何回かこうやるとどんどん広がっていくので、こんな感じで広げてちょっと折り目作ってもらおうかなと思います。こっちもですね。ちょっとここら辺不自然な感じが出てきたので、ぼかしツールのスプリングのソフトにしてちょっとなじませとこうかなと思いますね。こんな感じでジーパンは完成です。こっちの人もジーパン履かせたいので同じですね。この塗りを入れたレイヤーのところに色を落とし込んだら、ここの自動で色のところだけですね、ポンポンポンと追加してコピー&ペースト、色だけ上に持ってきます。でジーパンなんですけれども、せっかくこれ伸ばしたのでこれ使っていこうかなと思います。ここの画像ですね、複製してここの色のレイヤーの上に持ってきます。で今持ってきたらちょっと動かしましょうか。均一でこっちに持ってきます。でここで同じようにマスクをクリップ、一度ねこういう子でピタッと色のサイズに合わせます。でそしてから均一でまずウエストサイズを合わせていこうと思います。ウエストサイズ合わせて、でちょっと斜めになっているのでワープでここですちょっと斜めにして、こんな感じでですね形を整えていきます。整えていきたいと思います。ハンドでちょっとだいたい下の方をグーッと囲ってもらって、均一で合わせていきます。角度変えて、ここでちょっと塗り足していければなと思います。でここのほつれ足していこうと思うんですけれども、今はずっとソフト使ってました。でほつれの時はこのシロップにしての方がはっきり入ってくるので、ちょっとシロップにしますね。シロップにしてからクローンにして、このほつれのところに合わせて、ほつれのとこだけですけどね、ほつれの感じを出てきればなと思います。こんな感じですね。はい、入れました。ここの白いとこですね、これもフリーハンドでちょっと囲ってで、ワープでこうちょっと伸ばして、黒いラインいらないなってところは消していくんですけれども、これはシロップブラシ大丈夫です。消しゴムツールで黒いところを消します。ここですね、今この色ついたラインつけてましたけれども、最終的にはこのラインだけの下絵を使うのでこれを消していこうと思います。もしあれでしたら複製して隠して、じゃあ消しゴムツールで消します。そうするとこれ白が出てくるんですね。でこれはどうしてかというと、ここの塗りですね、上隠しますね。この塗りのところが、結局濡れてないので白が出てきてしまうので、ここはもう一度ブラシでちょっと追加して塗っときます。と塗りを足すことでこんな感じで黒い線が消えてジーパンのところが出てくるっていう感じですね。あともう一つニットを紹介したいなと思います。この2つは色を落とし込んで、その色のところにジーパンを画像を合わせたっていう感じなんですけれども、この人ここ切れてますよね。切れているので色を落とし込んでもはみ出ちゃうんですね。なのでまず上に新規レイヤー追加して、このフリーハンド
にしたら、洋服のところをこんな風に洋服があるんじゃないかなっていうところをなんとなくなぞってもらって形作ってもらいます。後で色も追加したりとか消したりできるので大体で大丈夫です。ただ囲ったらそこに色を落とし込みます。で、今回ニットなんですけれども、私の方でここのニットブラシっていうのを作ってます。で、全面にニットでもいいんですけれども、部分的にニットあしらっても可愛いんじゃないかなと思ってそれを作ってみようと思います。ニットブラシで、こういうブラシなんですけれども、最初がね、今 5% ぐらいにしました。最初がちょっと曲がっちゃうんですね。なので後で上はなんか調整するので、まずここのまっすぐな重なりができるようにちょっと作ってもらえたらなと思います。こんな感じでこのぐらいでいいかな。ちょっとこのぐらい長さにしときました。ちょっと出っ張っちゃったところは消しゴムツールでちょっと消してもらおうかなと思います。そしてニット感を出したいので、これを複製して下のレイヤーですね、これを色相サイド明るさの明るさをぐっと下げて、ちょっとニットの感じが出るようにします。これも刺繍の時に少しやったんですけれども、そんな感じでニットの場合はぼかしたりもしないでこれでいいと思います。一回これにしてから合体させて、でちょっと角度変えてこの手の部分に使おうかなと思います。で、大きさ大きいので均一でちょっと小さくして、このぐらいかな、こんな感じで手の部分にちょっと合わせてもらえたらなと思います。複製して今度こっちですね、こっちに持ってきて拡大して、ここかな、こんな感じでこの縁のところに、でちょっとひらひらってしているのでちょっとワープで形を整えて感じにしてみようかなと思います。だからライン上に持ってきますね。ピーッとできて、ニットだけちょっとラインの上に持ってくる方がちょっと可愛いかなと思いますね。で、色はちょっと後で塗ったりとか修正していこうと思うんですけど、あともう一つこの下のところにもニット入れると可愛いかなと思うので、上に新規レイヤー追加してニットブラシで 7% ぐらいにしてますね。これでまっすぐスーッと引いてもらって、上がね、ちょっと奥に行って曲がっちゃうかもしれないんですけれども、少し作ってもらったらこれ複製してちょっとこうずらしますね。合体させて、そしたらこれを複製して下のレイヤーですね、ここを色相サイド明るさの明るさ0にして、ちょっと黒くして編み目が見えるようにします。ただこれ合体させてですね、この下に持ってきたいのでちょっとこうこんな感じで持ってきますね。あとはこのワープでこのニットのこのなんだろういう感じでひらひらしてる感じを表現してみようかなと思います。もうちょっとこう段差があるのが少し可愛いかもしれないですね。で、感じですね。でもうちょいちょっと上にして、はい、こんな感じでちょっとニットのニットワンピースを表現してみました。このピンク色を選んで消しゴムツールでいらないところは消したり、シロップブラシにして少しこう色を出したり、もうちょっと細くしようかな、したりかな、こんな感じで表現してみました。あとはですね、こちらの男性もニットを着せてみようかなと思うので、上に新規レイヤー、一番上に新規レイヤー追加して、色はこの薄めのブルー使いますね。ニットブラシで
同じ 7% ぐらいで、こんな感じでスーッと、ちょっと上がまたくねってしちゃうかもしれないんですけれども、ちょっと長めに描いてみます。こんな感じで、そしたらこれを複製して、こういうふうに持ってきて、なんかいいところで重ねてもらって合体させます。そしたら複製して、下のレイヤーをですね、これで色相を抑えた明るさで暗くして、まあ、こんな感じになってますね。これを合体させて一つのニットの生地を作ります。そしたらですね、同じようにこの人の色塗ったところのレイヤー、これ一回つけますね。ここに色を落とし込んで、ここで自動でこの色だけを選択してコピー&ペースト、これ持ってきました。そしたらこのニットをこの上に持ってきて、ニット重ねてみますね。こんな感じで、これでマスクをクリップってすると、ニットのこう来た感じになります。この方もですね、ここに色を落とし込んで自動で選んでコピー&ペースト、ここに来てますね。ではこのニットを複製して、この人のところに持ってき、下に持ってきますね。今ここにあるので、ちょっとこっちに持ってきて、でマスクをクリップで、もしあれでしたらこのニットの色を色相サイド明るさの色相でちょっと変えてもいいかもしれないですね。色を変えてグリーン色してみようかな。ちょっとニットが足りてないので、ディストーションでちょっとこんな感じで形を整えて、で、あとはもうこういうちょっと細かいところなんですけれども、このレイヤータップして、ブラシツールでちょっとなじませたり、もう靴とかも好きな色とか入れていただいて、完成に近づいていただければなと思います。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今回はジーンズの素材をはめましたけれども、いろんな柄の素材をはめてみても楽しいと思います。ニットブラシも簡単に使えますので、ぜひお試しください。ご自身のイラストで試されたらもっと楽しくなると思います。ぜひお試しください。ご視聴いただきありがとうございました。